はいどうもこんにちは、リュウボンです。ゴッドイーター2レイジバースト続きやっていきます。今回はね、ちょっと普通のね、いつもと違う、普通、まあ、いつも同じだけど、ガルムとグボログボロっていうね、ストーリーミッションだな。で、もう受注してます。というわけで、まあ、早速ね、これを言っていきましょう。はい、はい、OK でね、どうしようかな。こっちだな。行くぞ。で、ほい、ほい、こいつは、これで合ってるはず。OK。でね、一応ね、リスナーの、おすすめでね、タワーシールドを今、装備しています。それをね、装備することによって、基本、防御力が上がると。で、中にはね、タワーシールドを使わない人もね、いるんだけど、多分、ね、俺もね、正直違いは分かってないんだよね。だけど、その違いはよく分かってないけど、このタワーシールドを使えてるっていうのが、要は俺がね、もう防御を使わない、ほぼね、で、ほぼ防御、ちぎやがった。まあ防御使わないので、ちょっと待ってね。いっか。気づいちゃったね、両方とも。はい。で、基本防御力をね、が上がるので、よいしょい。で、もう、どうせ防御しないんだったら、タワーシールドでいいんじゃないですかっていうね、まあ、おすすめ。で、非常に俺、それはね、素晴らしいと思って、もう、早速使わせてもらったと。で、まあ、嬉しかったのは、俺がね、そういうアドバイスでね、やっぱこう、人のプレイスタイルをこう、尊重したね、アドバイスっていうのは、すごいこう、嬉しいよね。俺が、なんで防御、そんなにしないのか知らんけど、俺もね。待って。おいし。知らんけど、まあ、嫌いなんだよね。嫌いじゃないやね。苦手なのかなんか知らんけどね。食らうか。おい、ちょっと待って。いた。こいつをちょっと先にやっつけたいな。ほい、ほい。あー、これは食らうかな。大丈夫。よし、めっちゃガルムが俺の方見てた。よいしょい。はい、弱い。この辺、うん、いやー、来い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 。うわー、くそ、間に合わなかったか。ひるみがね、ん、お、うわ、うぜえ、くそー。よいしょ、よしよしよし、今のよくぞ。よくぞ間に合った。くらえ、お前ら二人とも。よし、逃がさんぞ。あいつを先にやっつけてやる。よし、スタミナも十分。よし、OK。うぜえ、追っていくんじゃねえよ、俺だけをよ。おかしいだろうが。よいしょ。OK。もうちょい。うっ。OK。こういう時は使うよ、俺だって、防御はね。展開がちょっと遅いのかな。待て、これ。OK。同士打ちしてるな。ま、同属性だから効かないけどね。よし、胴体、胴体、胴体。オーケー。ん？ちょっと、よし、いいぞ。こっち向け。胴体。いやー、うっぜ、マジ。アルゴリズムを知りたいね、そのヘイトの。よいしょ。でね、この間ね、今回実は生放送じゃなくて、ま、オフラインでやってるんだけど、オフラインってちょっと変な言い方だね。普通に収録してるんだけど、まあ、嬉しかったのはね、上手くなってるねってね、生放送で言われて、嬉しかったね、あれは。
まあこういう無謀なところはね、見ててヒヤヒヤするとも言われた。突っ込むからね。おい、倒した。ほっ、よいしょ。甘い甘い。よし、いいぞ。死ね。ほっ、あら、割れたか。まだだ。待って、エミッター違うよ。オッケー。超楽しいわ。このやっぱ上手くなるっていうよりも、このまあ数字がね、攻撃力のこのダメージ数が見えることによって、こう強くなった感が半端ないよね。本当に強くなってるかどうか置いといて。うぎゅん、ほっあー、ダメだ、間に合わなかったよし、まあしょうがねえ。痛い。よし、割れた。ケツかな、ケツか、このよし、おっぽ、うわー、間違えた。なんで、よいしょ、見えない見えない見えない。マジで、待て待て待て。お、いける、よしよし。あ、リリーズがついてたな。オッケー。そして受け渡しバースト、受け渡しバースト化をねつけたので、バーストが足りないときは最悪ね、味方にバースト、受け渡しをすれば俺もバーストするということだ。でこれのすごいところは、バーストレベル3とかね、2とかの状態でそれをやれば、いわゆる継続ができるので、こうやって、うわー、これダメだよな。くそ、これ失敗。あのね、荒紙弾がなくなっちゃった。よいしょ、ちょっと待って、よー、動くな、ほんと。ほい、これはもう保険で持っといた方がいいね、何回か。だから最初のうちは、ほっ、まあもうこんなにやんなくてもいいけどね。おし、死ね。うわ、負けん負けん負けん。しない、ダメか。死ね。よいしょ、イエーイ、最高だね。よーし、今日はね、ちょっとね、まあ、みんなには関係ない話だけど、寝る前にね、ちょっと一発やりたくてね、一発、ちょっとごめんなさい。はい、帰りましょう。はい、ね、そういうわけでございまして、言葉のあやでございます。はい。はい。まあ、ちょっと今日はね、まあ、そんな感じで、ちょっと短いけど、まあ、久しぶりにね、そっか、そっかそっか。時期的にはみんなあんま関係ないね。うん。この、なんだろう、ニコ生外での収録っていうのはね、ちょっと軽く久しぶりだったもので、まあ、つっても3日ぶりとかなんだけどね。うん。ゆっくりできたと思います。はい。今こんな感じでやってます。ほんでさ、ほんとこの衣装超かっこいいよね。もうこの、なんだろう、色合いといいさ、デザインといい。この赤がいいんだよ、またこれ。白もいいんだけど、赤。で、この下ね、これ。これが、あ、見れないんだっけ？なんとか。まあいいや。ハンマー用の、下のね、ボトム。を、やって。すごいよ、これ。超かっけえ、ね。はい。なかなか終わんないね。はい。というわけで、今回はこれで終わりになります。また見てください。またな。